4月19日、金曜日に開幕した2024年 WRC 世界ラリー選手権の第4戦となる、クロアチアラリー2、トヨタガズーレーシングワールドラリーチーム TGRWRT は3台のトヨタ GR ヤリスラリー1で出場し、デイ1終了時点でエルフィン・エヴァンス、スコット・マーティングミ、33号車が総合主位タイにつけている。 写真、汚れた路面を走行する勝田隆元、ト、ヨタ GR ・ヤリス・ラリー1、WRC 第4戦クロアチアチームメイトのセバスチャン・オ子ジエ、ンサン・ランデ組、17号車は総合3番手、勝田隆元、アーロン・ジョンストン組、18号車は総合6番手につけ、ライバル勢に一歩先行した状況で大会初日を終えた。 4年連続の WRC 開催となるクロアチアラリーは、今年も首都ザグレブ付近を拠点とし、新たなサービスパークが郊外のウエストゲートショッピングシティ中心に設置された。3日間で20本のステージを走行し、その合計距離は 283.28km となる。まず18日、木曜日の午前中にシェイクダウンが行われ、 全長 3.65km のターマック、舗装路、ステージでオジエがベストタイムを記録。エバンスが2番手タイムで続き、カツタは7番手タイムをマークした。その後、夕方からザグレブ国立大学図書館前でセレモニアルスタートが行われ、ラリーは華やかに開幕を迎えた。19日、金曜日、デイ1の午前中は爽やかな青空が広がった。 この日は4本のステージを午前と午後に分けて2度ずつ走行。8本のステージの合計距離は 119.74km となり、初日ながら大会最長の1日となった。現地では週の前半に降った雨や雪により、一部の路面に濡れた箇所が残るものの、午前中は全体的にドライコンディションとなった。ドライバーズ選手権の順で2番目にコースインしたエバンスは、 SS2 でステージインを上げる構想を見せ、ヒョンデシェルモービス WRT のティエリー・ヌービル、ヒョンデ I20N ラリー1に次ぐ総合2番手で午前中をクリアする。午後になると山間部は天気が崩れ始め、雨や雪が降るエリアも出てきた。グリップが刻々と変化する難しい路面コンディションでの戦いでエヴァンスは、2番手及びシュイタイムを続けてマークし、 総合トップに立った。この日最後の SS8 では6番手タイムとなったが、総合順位ではシュイヌービルと0秒差の同タイムで並んでで1を終えた。開幕戦モンテカルロ以来の WRC 出場となったオジエは、出走順が6番手と後方だったため、前走者が路肩からかき出した泥や砂利で汚れた路面を走行する。難易度の高い状況ながらも、 長年の経験が生きた走りを続け、SS7 と SS8 ではベストタイムを刻んで6.6秒差の総合3番手となった。出走順では5番目となる勝田は、トリッキーなコンディションのステージでやや苦戦し、総合6番手で午前中を終えた。その後も確実性の高い走りで改善を続け、SS8 では4番手タイムを刻むなど徐々に調子を上げ、 同順位をキープして一日を締めくくっている。チームの槍、マティーラトバラ代表は、最初はティエリー、ヌービルに引き離されるかと思ったが、ドライバーたちは着実に速さを増し、自信をつけていった、とで一を振り返っている。エルフィン、エヴァンス、和同タイムでティエリーに並び、セブ、 セバスチャン・オージエは最後のステージで素晴らしいパフォーマンスを発揮してトップ争いに加わることに成功した。セブは3ヶ月近くもラリーから離れていたこともあり、最初は少し慎重になっていたようだが、確実に自信をつけていったようだ。かつた、高本も多くの改善を経て最後にはいいタイムを刻むなど、非常にポジティブに思える一日だった。明日は雨が降る可能性が高そうだ。 ダーティな路面での戦いは、非常にチャレンジなものになるだろう。ヒョンデ勢と早くも激しい接戦を繰り広げる TGRWRT。初日からコンディションの変化が大きい中での戦いとなったが、デイにはさらに不安定なコンディションが予想されており、より一層難しい一日となりそうである。4月20日、土曜日のデイには、 4本のステージを日中のサービスを挟んで各2回走行する。8本のステージの合計距離は 108.76km、リエゾン、移動区間も含めた1日の総走行距離は 457.47km となる予定だ。オートスポーツウェブ2024年4月20日。